みなさんこんにちは。こんにちは。今日はコストコに行ってきます。今日はエリキャンさんのエリさんとその旦那さんのタクちゃんと一緒にコストコに行っていろいろ買ってシェアした後、コストコのご飯をうちで食べようと思ってます。おお、来た来た来た。おお、来た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 。どっから入るのこれ。どこ。あー、はいはい、はい、合流しました。エリさんとタクちゃんです。どうもこんにちは。こんにちは。お邪魔します。お邪魔します。じゃあコストコ行きます。行、はい、きます。バーンバーンバーン。めちゃくちゃ好みかばっこれだーん。ラインナップ偏りすぎわ。キムチ 3.6 キロいらっしゃい。どうも。ただいま。うまそうこれ。うめえぞ。ねえ。まあ二人はちょっとそこでくつろいでいて。ね、はよちょっと詰めないと。そうしましょう、はい、そうしましょう。今日はね、新しいものいっぱい買おうだよ。サタももうどんどん紹介していく感じでいい？あ、もう紹介しつつ詰めてみたいな感じで。あ、わかりました。じゃあ1個目、じゃん、マスカルポーネ。もうこれはいや、紹介早っ。え、なんで。まあ、おなじみやな。そう、おなじみ。あとこの子たちね、これうまい。これが安すぎて。蜂蜜高いからな。そうなんよ。あ、これ新しいシリーズ、じゃん、辛さほとばしる麻婆豆腐。これお昼ご飯に食べてみようと思う。と、これはエリさんたちにおすすめしてもらったやつ、中村屋のスープカリー。これめっちゃ美味しいんやろ。うん、美味しいよ。手羽元と卵入りやつ。すごいよな。具があるのがいいよね。すごいな。で、あ、これこれ、うわ、出た、チョンカキムチ。エスカレーターで紹介したやつ。ちょっといただきます。キムチマジン。ん？ちょっといつもと一緒か分からへん。え、あ、そうなの。なんかもしかしたらこの名前のキムチいっぱいあるんかな。ちょっと思ってたのちゃうかったかもしれない。でもまあ違う、チョンカさんが。ほんで、もう順番バラバラやけど。いや、もうどんどん片付けていこう。これゴールデンキウイ、ゼスプリのキウイ。まあこれはうまいな。これはうまい。あ、これこれ、ぶどう。じゃん、1個、もう1個。え、こうやって冷凍していいの。冷凍してね、いいって言われたよ、前で。え、冷凍できるんやったら買おう買おうと思って。冷凍してどうやって食べるの。え、まあなんか半解凍したりとか、このまんま食べたりとかするって。次これ、これもエリさんたちのおすすめ、水餃子。これうまい。うまいよ。うまいよ。うまい。うまいよ。あとはこれが試しに買ってみたやつ、小籠包。小籠包どんな味やろ、これ。で、おなじみマンゴーチャンク。これなんでもリピート多分 3,4 回目なんよ。で、それで分かってんけど、これ袋によって当たり外れある。あー、なんか旬のマンゴーが入ってるかみたいな、なんかそういう感じ。うん、なんかね、美味しくない時もあった、正直。でも基本うまい。で、あ、これギリシャヨーグルト。あ、ギリシャヨーグルト。めっちゃでかない。でかい。1キロちょっと食べてみようと思って。あとこれ、この前のバーベキューで買った時美味しかったからリピート。赤エビマジン。赤エビマジン。あ、ほんでこれカヌレ。これ最後まで悩んでたやつ。いや、なんかカヌレ自体は好きなんやけどさ、コストコのやつ食べたことなくて、美味しいんか分からへんけど。あ、あとはおなじみですね。うわ、もうちょっともずくマジンやとりあえず我が家で買ったん、そんなもん。そうやな。うん、これ半分こで凍ったやつ。やば、なんかこれめっちゃ有名やん。有名やん。めっちゃ有名やけど買ったことなかったやん。分厚。え、サーモン麺のサーモン、これ。そう。あ、そうなの。これをなんかビヨーンってして、そうそう、やってはんのか、みんな。そんな、なんか湯は別に麺にせんの。刺身で食べた。え、ね、今日ちょっとお刺身にして食べてみる。あ、食べたい。ただいま。はい、ただいま。はい、ただいま。あ、そういえば、一般の方では初ちゃん。知らん人あってんな。いや、まあ、知らん人っていうレベルじゃないけどな、もう。いや。もう、たそう、エリさん大好きやから。大好きすぎるからな。よかったね、今日も。また来ました。覚えてくれたね、もう。うん。なやしりさん、よかったな。よかったな。はい、じゃあパーティーね。やったー。お腹すいた。お腹
腹すいた。まずハイローラー BLT。 おお、いいよね、こういうラップ系ね、食べやすいし、手が汚れないからいい。シュリンプ&ホタテチョレイサラダ、うまそう。これもおすすめやね。そう。おもう言いなりになって買ってで、マグロ三種とサーモン寿司、お寿司、お寿司初、ね、だっけやったっけ、なんか あと、あ、これね、ハワイアンサーモンポキ、めちゃめちゃ美味しいってエリさんが。これこれもうほとんどおすすめしてもらって、そうなんや、うまいやったら買おうとか言って。ちょっと待って、あとはあのサーモンフィレの試食。ああ、これさっき切ってたやつ4切れみたいな。そんなもんか。そんなもんやな。あ、これ食べてほしいの。これ2人食べたことないでしょ、マスカルポーネ。めっちゃ美味しいから食べて、食べましょう。サーモン尽くして大好きやん。いいね。イエーイ。じゃあ食べようぜ、食べようぜ、食べようぜ、ありがとう、うん、いただきまーす。乾杯。うん、うん、うまい。もうめっちゃキラキラしてる。あー、超うまい。コリアンダーオレンジ、美味しいね。うん、え、で、ちょっとさ、ぜひパン食べてみて。あ、ごめんね、ちょっと焦げちゃったけど、うん、めっちゃいいぜ。うん、おいしい。え、ほんまに早いな。もうおいしい。もうおいしい。おいしい。せやね、そのパンめっちゃうまいね。うん、うまっ。うまいな。みさみさない。これうまいわ。うん、おー、よかった。ちょっとこれ、なんか遠慮の塊のやつだから、もう混ぜてさ、うん、混ぜて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 。いいの、まあ、これ混ぜて。あ、ソースかけないと。待ってね。さすがタクちゃん、ありがとう。うん。伸ばっていっちゃうよ。うわー、すげえ。おー、結構ドロドロだよ。これそうだよね、多分。なんかすごい、なんか本格的。あれで切れてなかったか。なんかめちゃくちゃこのカメラ越し真顔やって、職人みたいな。ごめんごめん、チョレギマジン、チョレギマジン。このね、エビがプリップしてうまいんだよね。へ、そう、エビとホタテがうまい。もう大丈夫かな。オッケー、ありがとう、ありがとう。これ放置しすぎるとね、さあ、草がベタベタになるからね。ああ、なるほど ね、 そうね、確かに。はい、ありがとうね。うん、え、すげえ、ホタテとか入ってんの。あ、ホタテ、エビ、ほえー、いただきます。初チョレギサラダ。あ、うまい、よかった。エビうまい。あ、ね、ちょっとホタテ入ってないんですけど、ね、チョレギマジン、マジン頼むね。ありましたよ。はい、ありがとう。はい、どうも。めっちゃ美味しい。うん、美味しい、美味しい。いや、まだサーモンポキ。何ポキって。ハワイのなんかね、和え物みたいな。あ、へー、わかんない、適当。ハワイ語みたいな感じだ。アロハ的な。うん、アロハ的な。どう？ん？え？え？嘘！嘘！ちょっと待って、予想してた味付けが違った。違う違う違う、え、こっちの味が濃くて。あ、そっか、こっちの味がいませんチョレギサラダの味した。チョレギ強め。うん、じゃあちょっと食べたらわかる。あ、翌朝、もう一回食べてほしいわ。でも確かにチョレギだね。うん。確かにチョレギ。いや、チョレギ食べた後だから薄く感じるかも。いや、これは絶対うまそうなね、ビジュアルをしてる。いや、うまいんだよ。ポキね。ポキよ。ポキ。うわ、なんか分厚いなこれ。すごいよこれは。あ、でもこれチョレギの皿に入れてる時点でさ、もうチョレギやん。うん。いや、うまいよ。あ、うまい。味する、ちゃんと。あ、味する、味する。あ、ちょっとあの、こっちの麺チョレギやけど。え、やだ、もうちょっと。え、美味しいって言ってほしかったな。うん、うんで終わらせてほしくなかった。ごめんなさい。な、な、何味なんやろな。あ、ポキはね、そうやね、ハワイの漬け料理。シーフードを小さくカットして醤油ベースのタレに漬け込んだ料理のことです。おー、これはもうご飯圧倒的に進むよね。うん、いや、絶対そう。いや、うまい、うまい。じゃあ明日ご飯食べて。うん、今日はもう忘れて。そうね。もう、もうしまって、これもう。
やだ。わい、おいしいのリアクション、だいたいこんな感じやろ。うまいとか言ってたから。じゃあそんななんか普段から薄いんだったらさ、うまいって言わせたいよね。何で言わない、逆に。何で言うの、言ったことないの、一生ないの。うまーみたいな。もうさ、料理が美味しくてさ、泣いたこととかないの？ないね。え、ある？ある。何で泣いたん、それ。普通にラーメンで泣いた。ラーメン？それ食べたいねんけど。違う、多分ね、メンタルも入ってるから。あー、その時の状況とかさ。それほぼメンタル。違う、ラーメンじゃなくてもメンタル。確かに。なんか、チャーハンとかさ、ハンバーグでも泣いてたんじゃん。なんでそういうこと言うの。ちなみにどこのラーメン屋さん。ごめん、忘れた。え、嘘やろ。忘れたけど泣いたから。いや、うまいよ、コストコはね。うまいな。コストコほんまに美味しい、こういうのが。おお、うまい。うん、あ、よかった。それはいいわ、うん、うまいでいいわ。そうだよね、わかるわ。うまい。普通にうまいよ。普通にうまい。うん、これ忘れないね。あ、そうだ、忘れてた。1個食べちゃったから。つなびちゃうよ。え、美味しかったこれ。うん、うまかった。どれ、サーモン。どれどれ。いただきます。いただきます。うん、あ、美味しい。うん、うん、うん、美味しい。なんで調理してない方が反応いいんだけど。なんでなんで。なんで。あ、へえ、なんかみんながおすすめする理由がわかるな。めっちゃ新鮮やな。うん、新鮮。まあ麺にしても食べれるか。うん。デザート、デザート。じゃん、初コストコカヌレ。カヌレは美味しいけど、このカヌレが美味しいかわからんで。あ、え、でかっ。めっちゃでかい。一個一個。でな、なんかフランスの、そう、オーブンで温めてって言ってるけど、うちオーブンないので、ちょっとこの壊れかけの。なんかね、もちもちないの。なんて言ったらいいかわからん。どう？なんかまだ焼けてへんのに消えた。もう嫌やこれ。じゃあもうそろそろ。お皿もないから今回やし。やれたら。うん。あ、二人が食べてるのちょっと取ってくれないと。うん。多分ね。そうそう。大丈夫。中央がプロトンしてる。どうぞ召し上がれ。じゃあ、カヌレどうぞ。いただきます。いただきます。お皿そうなんで。あ、何この弾力、すごいね。 あ、もちもち。そう、もちもちやね、意外と、このちょっとまあ、そうそう、もう、かぶっちゃってもいい。いただきます。これ、何が入ってるの。あっ、ちゃんと温まってた。温まってた。ごめん、大根、お箸やわ。あ、お箸。うまい、うまい。あ、カメラこっち向けてあれ、テンション食べ終わって。うまい、うまい、うまい。まだ食べ終わってないよ。うん、おいしい。うん、うん、おいしい。こういう味なの。うん、うまい、うまい。はい。せーの、ごちそうさまでした。ということで、コストコパーティーでした。みんな美味しかったか。美味しかったぞ。みんな美味しかったか。何が一番美味しかった、今日。あの、でっかいサーモンが美味しかったな。あの、切ってくれたやつ。あ、それ、それ。あれ、まだか。エリは私の切ったサーモンが美味しかった。そうだ。本当に本当に普通にあれでいいじゃんって思った。あ、それはあるよね、鮮度がいいから。 あれめっちゃ鮮度良かったな、まあ、サーモンの中では一番うまかったとは思う。まあ、確かに、サーモンとしては。そうやな、言えてるわ。ポキもうまかったです。あー、うまい。あんなに大口叩いておすすめしちゃったのに。まあ、あの、実はエリキャンのチャンネルの方でも、まあ、エリさんがサーモンとエビを使って料理振る舞ってくれるということで、まあ、僕らも一緒に参加しながらね、あの、ご飯食べてる動画が上がってると思いますので、うん、見てください。はい。これ何、これエリキャンマーク。エリキャンマーク。あ、すげえ。あ、すごい。本当に今考えた。考えたんよ。暇を持て余したから。エリキャンチャンネル説明欄でぜひ見てみてください。では皆さん、なんかちょっと4人でやるとちょっと嫌さ、怖いさ、結構なんかオージービーフ。どうした。ほら、はい、ほら、本物だ、ほな。さよなら。さよなら。